皆さんこんにちは、打楽器奏者の渡辺由紀子です。これタマさんから発売1年ぐらい前に発売されました、マレットバッグ、リュック型のツーウェイですかね。私ずっとこの1年間愛用させていただいています。見えますかね。まずここに私は飲み物をいつもここにキープしています。ここになんか傘を入れてる人も見かけたりしますが、いろいろですね。それで、中身どうなってるかお見せしましょうかね。これまず外側にこういう楽譜が入る、これ今年の課題曲ですね。楽譜がだいたい入る、たっぷり入りますね。フルスコアまで入るかもしれませんね。で、この本体の部分には、こういう感じで、マレットを入れるマレットケースが2つついていまして、今日はちょっとスティックしか入ってなくて涼しげですが、こういうふうにマジックテープで着脱可能となっています。両方ともこうマジックテープでまとめてあるので、これ取り外し可能で、ここに本当は紐がついてるんですが、これを、マリンバとか、ビブラフォンとか、鍵盤楽器の手前の部分に引っ掛けて使うことも可能ですね。とても便利です。で、なんか私の場合はちょっとこれ2つついてますけど、1つを取り外して、ここにコンサートの日なんかは衣装をここに収めてですね、機嫌よく家を出発したりしています。で、これ独り立ちするので、例えば演奏する自分の、打楽器のパートのところ、足元に私よく置くんですけど、これを置いてですね、例えばここにペンケースを載せたり、とても安定感あるので、ちょっとした物置に使ったりすることもありますし、ここになんかおにぎり載せちゃったりすることもあるんですが、あともう一箇所、ポケットがあります。ちょっと雑多な感じですけど、ここに私は携帯電話とか、なんかのど飴とかが入ってたりするんですが、とても機能的で気に入っています。あと最近このマレットバッグ持ってる方が結構仕事場にも増えてきたので、カスタマイズをしまして、ここに私はなんかちょっとピンバッジをつけたり、なんだ、ここの大事なタマさんのマークのところに、ちょっとキラキラのシールを貼ったりしています。そのうちスワロフスキーとかなんかベタベタ貼っちゃおうかなと思っています。ここ結構ツルツルなので、ステッカーとか貼って自分なりに楽しんでみてもいいかなと思っています。